山本城長山本城長の墓、山本城長教法4年10月10日は、江戸時代の武士、佐賀藩士、葉隠れの皇術者。城長とは42歳での出家後の訓で、それ以前は常ともと訓じた。通称陣へ門、配背後は古丸。万治2年に、佐賀城下、片田郷、横孔寺で、佐賀藩士さん本人へ門ん清の次男として生まれた。 母は、前田作材門女。上長が、自分の老いたちのことを語っている子が、歯がくれ、聞きがき第二にあり、それによると、自分は、父七十歳の時の子で、生来日弱くて二十歳まで生きられまいと言われたので、塩売りでもやろうと、父は思ったが、名付け親の宅徒書の、父の血を受け末々御用に立つという取りなしで、署名を松亀と名付けられ、九歳の時、 鍋べ光重の小僧として召使われたという。十一歳で父に死別し、十四歳の時、みつしの小生となり、なお一十郎と改める。遠方六年二十歳に元服して県の城と改名、ごわけ役として御書物役手伝いに従事する。この年に、田代貫元が生まれている。この間、私生活面では二十歳年長の老い、山本常時に厳しい訓育を受けたが、 剣の城が、若との綱、シュゲルの歌の相手もすることが三つ主ゲの不況を買い、しばらくお役御免となった。失意のこの頃、佐賀軍、松瀬の家蔵案において、丹念和尚に仏像を学び、二十一歳の時に仏法の血脈とか去年時を申し受けている。葉がれで、慈悲心を非常に重んじている祖父はこの時、寛容されたと言えよう。さらにこの前後、神、十、 ふっつの学を極め、半随一の学者と言われながら、下田松梅村に干挙する、石大帝をたびたび訪れて、訓導を受けた。このことも後の、葉隠れの内容に、大きな影響を与えている。天な2年24歳の時、6月、三村六太優継次の娘と結婚。同年11月、御所持役を拝命。28歳の時、江戸で書写物不要。 あと京都御用を命ぜられている。帰国後の33歳の時、再び御書物役を命じられる、命により親の名、神へ門を襲名した。5年後の元六九年、また京都役を命ぜられ、和歌のたしなみ深い光重の宿望であった、三条西実況よりの古今伝授を得ることのために、この取り次ぎの仕事に京都佐賀を奔走した。 古今伝授のすべてを授かることは容易ではなかったが、元禄十三年ようやくこれを受けることができ、隠居五十秒の床にある三重の鎮騰に届けて、喜ばせ、面目を施した。同年五月十六日、藩主の三重が六十九歳の生涯を閉じるや、四十二歳のこの年まで三十年以上、お家を我が一人で担うの心意気で側近として仕えた。長は、 老いばら禁止により巡視もならず、願い出て出家した。5月19日に、藩主の母大でらたる、総統州高伝寺の領与省より受会、剃り外して、なお、朝日山常朝と改めた。7月初旬に、佐賀城下の北10キロの山地雷豪寺村黒土原に、朝日県という草案を結び、尋ね入る方の道芝つゆ濡れて衣で涼しみねの、小風と栄じて陰性した。 カシロ・ツラモトが、城長を死体訪ねてきたのはそれから10年後、法永7年3月5日のことである。葉隠れの語りと筆記が始まる。後、朝日県は、総受案となり、三重の内室がここで、水前供養し、自分の墓所と定めたので、城長は遠慮して、聖徳三年黒土原から西方約11キロの大正熊の世に移り住む。徳年月、 川久保領主、熊城主善のために、藩主たる者の心得を説いた、書き置きを書き、翌5年、植えてする。教法元年9月10日、田代貫元が、葉隠れ全11巻の編集をしまえる。参居すること20年、教法4年10月10日、61歳で没した。翌日、夜前において、野焼き、墓所は、八のヘ雲寺。時世の歌。 重くうるさして、今はと思う頃広入る、宮間の奥の奥よりも、静かなる駅こけの下暗虫の音の弱り果て塗ると、はかりを、かねてはよそに聞きにしものを出家後の上長は問え、清や祖父中の神江門生命のそれぞれの詳細な年譜を作成し、自分自身の詳しい年譜をも、死の二週前まで書き続けていた。なお、上長自筆、年譜は、葉隠れ研究会、 葉隠研究第2号に報告されている。ありがとうございます。